今年度市政45周年を迎える東海市、同時にまちづくりの指針となる第6次東海市総合計画の始まりの年でもあります。今回のハロー東海はまちづくりに大きく関わる今年度の予算を紹介します。26年度の当初予算は726億3049万円です。このうち一般会計は516億8900万円です。過去最大となった今年度の予算編成、これは太田川駅の西側開発などの大規模な建設事業が行われるためです。こちらは太田川駅の西側です。開発が進み、建物の形が少しずつ見えてきました。今年度末にはその全貌が見えてくる予定です。太田川駅西側の顔となるのが新文化施設ゆうなる東海。にぎわいと緑があふれる街をテーマにデザインされ、明るく開放的な建物になっています。1000人を収容できる大ホールや、用途に合わせて客席と舞台を組み替えできる多目的ホールのほか、練習室や創造室などがあり、市民が日々の文化活動から公演まで様々な用途で利用することができます。今後東海市の文化の中心となっていくゆうなる東海ですが、市民の皆さんにどのように利用していただきたいですか？新しいこの文化施設は全国的に見ても十分な設備が整っています。ですので、今までこういう文化芸術活動をされていた方はもちろん思い切って使っていただきたいですし、今までそういう機会がなかったよっていう方もぜひこれを機会にここで何か始めていただきたいなというふうに思ってます。そしてもう一つ、この新しい施設を、新しい広場ができたんだっていうふうに思ってほしいんですね。この中には歓談したりとか読書をしたりとか、そういうふうにくつろげるスペースが十分に用意してあります。まず一度ここに足を運んでいただいて、気軽に、まあ、リビングのように使っていただけたらなというふうに思っています。2階には大明広場といって、細井平秀先生をはじめ姉妹都市を含めた全国の偉人について学べる広場が作られます。また駅の西側広場には、現在制作中の細井平秀先生と姉妹都市米沢の偉人上杉鷹山公との絆を表した銅像が設置される予定です。市政45周年となる今年度は、5月に行われる記念式典をはじめ、姉妹都市との交流や市民の健康づくりなどが行われます。第6次東海市総合計画のテーマである人、夢、つなぐ安心未来都市づくりに向けた事業を展開します。昨年の9月にオーストラリアのマセドン連日市との姉妹都市提携に関する覚書書締結が市民活動センターで行われました。平成15年に市民の間で始まった交流から、これまで何度もお互いの市を訪ねて交流を重ねてきました。今年度の10月には市長をはじめとする訪問団と市民交流団でマセドン連日市を訪問し、正式な姉妹都市提携を結ぶ予定です。毎年10月から11月にかけて開催されていたシルバー健康スポーツフェスティバル、市政45周年記念事業をきっかけに、これまでの卓球、ソフトテニス、硬式テニス、トーチャンソフトボール、ゲートボール、グラウンドゴルフの6種目に加えて、健康体操やウォーキングなどのイベントを開催します。
シルバー健康スポーツフェスティバルに参加するにはどうすればいいんでしょうか。このシルバー健康スポーツフェスティバルは高齢者のためのイベントとして開催するもので、競技種目を除いてどなたでも参加できるイベントとなっております。オープニングイベントではウォーキング大会や健康体操の体験会、中間イベントでは太極拳やエロビなどの発表と体験会、フィナーレイベントでは東海ライオンズクラブと共催で行うウォーキング東海というイベントを開催いたしますので、皆さん積極的にご参加いただきたいと思っております。なお各イベントの参加申し込みは広報誌や市のホームページに掲載をいたしますので、確認の上お申し込みください。東海市は名誉市民である蟹江一太郎氏が加工用トマト栽培を始めたカゴメ株式会社誕生の地です。今年度いきいき元気推進事業では、トマト記念館からトマトを使った健康プロジェクトを発信していきます。市政45周年を契機に取り組まれるトマト健康プロジェクトとはどういったものなんでしょうか。はい、市政35周年の時にカゴメさんの協力を得まして、トマトの種類であるリリコの配布を地域や小中学校で始まりました。で、今回45周年を機にカゴメさんと再度協定を結びまして、トマトは体にいいっていうことが今証明されてますので、トマトを使った健康づくりを一緒に進めていこうと思ってます。主な事業といたしましては、トマトを使ったレシピコンクールや、あと地域や、公民館市民館での出前講座、あと、リリコの配布をさらに広めて、それを活用した飲食店などのメニューの提示などを進めていきたいと思ってます。今後このトマト記念館ではどのような活動が行われるんでしょうか。はい、健康づくりの拠点としてあちらに幸せ村があるんですが、ここを新たに食の活動拠点といたしまして、トマトのメニューの研究を行っていきたいと思っております。トマトが一つの食材として、はい、でこの地から東海市民の健康づくりが始まるというわけですね。はい、野菜摂取量も少ないですから、トマトをキーワードに野菜の摂取量も増やしていきたいと思っております。日本一子育てしやすい町を目指す東海市では、これまでさまざまな子育て支援事業を行ってきました。今年度新たに実施するのは赤ちゃん誕生お祝い事業です。赤ちゃんの誕生祝いと健やかな成長を願い、市の花である洋蘭を贈ります。平成25年12月1日以降に生まれ4ヶ月検診を受ける赤ちゃんが対象です。その他、施設の建設工事が行われ、市民生活の安心安全を築きます。中野池の旧市民病院跡地に建設される公立西千田総合病院は、平成27年度の開院に向けて工事が進められています。今年度末にはその姿が見えてくる予定です。防災に関しては、縄町にある千鳥敬老の家を取り壊し、健康交流の家を併設した津波避難施設を建設します。施設は鉄骨造4階建て、1階と2階は健康交流の家として市民の交流や健康づくりに活用されます。3階から屋上までは災害時避難スペースとして利用できるようになっています。今年度は市政45周年という記念すべき年であるとともに、新しい町へと変化していく節目の年度です。これからの東海市の変化をご期待ください。